なんでそんなにハンサム、来日間近、なしたいインクラス、パクソジュン。ゆるパーマヘア金鋭にファン歓喜。韓国の人気俳優パクソジュン、35、が8月13日までにインスタグラムを更新。鏡越しの自撮りショットでファンを喜ばせた。この日、パクソジュンは、D で、と綴り、鏡越しの自撮りショットや笑顔を見せている後ろ姿のショットを投稿。 D-Day とは韓国で使われている特別な日を指す言葉で、芸能界ではカムバックの日やライブの日などに使用されることが多い。パクソジュンさんは10日でソウルでファンミーティングを行い、22日に東京、25日に大阪でもファンミーティングを開催予定。2020年のドラマ、ナシタイン・イテウォン、クラスを機に日本でもブレイクしており、ファンがかなり増えたようです。 今回の投稿はファンミーティングを心待ちにしている日本のファンに向けたものかもしれません。女性史ライター。パクソジュンの D で投稿には、いつもかっこいいですね。うわぁ、ハンサム。どうしてそんなに美しくなれるのあ,あなたに会うのが待ち遠しい、ハンサムな男がいてびっくりした。と国内外のファンから好意的なコメントが書き込まれている。 行けすぎる、なんでそんなにハンサムと絶賛が湧いているパクソジュンの金鋭。日本でのファンミーティングも大いに盛り上がりそうだ。パクソジュンのパーマヘアがキュートな鏡越しの自取りには、行けすぎる、なんでそんなにハンサム、といった反響も。日本でのファンミーティングでは、どんなビジュアルで登場し、どんなトークを披露してくれるのだろうか。